君の幻想を追い続ける恋物語ファイナルファンタジー10-2をゆっくり実況プレイ。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。34スフィア目かな、あれ合ってたっけか。前回のあらすじとしては、まあルブランのマッサージを成功させてる、させたとこですよね。スイッチの点検をしといてとのことなんですけど、これかな。何のスイッチだろう。お、もう期待させちゃってさ。あぶねえ。いたったったった。ひどいよ。文句はルブラン様に言いな。様？様？あ、あ。こんなの着てるせいだな。さっさと着替えよう。お、これでみんな元に戻ったかな？うん。嫁さん大丈夫だったかな？悔しがってますね。多分痛かったんだろうな。さあ、こっからが勝負か。まあ勝負ってほどの勝負でもないけど、ルブランのマッサージ1回で成功したんで、もらえるものは金の髪飾りかな。こちら兄貴、うまくいったか。静かにしてよ、隠密行動中なんだから。切るよ。ぐーっ、リーダーに向かってその態度は何だ。うるさいな、もうなんだ、誰の声だ。おお、カモメだ。やば、勝負。いや、宇野さん本当友達そっくりだわ。困るわ。カモメだ、よろしく。さあ、じゃあ行きますか。いや、これは普通に通常戦闘でいいんじゃないか。あ、間違えた、宇野さんじゃない、間違えた。え、杖231って。とりあえずじゃあこの特急女性戦闘員倒しちゃって、 OK。 そしたら宇野さんに勝負をかけましょう。命中しないはずがない。行くぞ、杖。強いっすね。全然通常攻撃じゃ落とせない。まだ落ちないか。OK、 落とした。十分通常攻撃でいける。ユナ髪投げ。黒の鳥海いただきましたね。あ、姉さんレベルアップ。さて、とりあえず脳戦終了なんですけど、ポーションでちょっと回復しておきましょうか。さあ、進んでいきます。右脳線あると思ってなかったからびっくりした。あ、セーブポイントあるんですね。だったらポーション使わなくてよかった。とりあえずセーブしときます。秘密エリアか。なんかありそうですね、ここね。マップが切り替わるということは、赤い方に行けば正解。敵出るんかい。あ、普通に戦闘員たちですね。強いんか。ちょっと戦ってみようかな。はい、ガトリングコブラだって、かっこいい。金がいっぱいもらえますね。なるほどね。ちょっと待ってね。アビリティどうなってるんだっけ。今なんかシーフル上がっちゃってるよね。そうだよね、もったいね。リュックはいいじゃん、シーフでもね。 MP を盗むか。パインはディレイアタックが。もうちょっとだ、やった。いやー、ここまで来たか、ようやく。とりあえず先にこっち入りますよ。絶対なんかあるよね。これかな、金の髪飾りか。をいただきました。レブランのマッサージを1回で成功させるとこれがもらえるらしいよ。どういう効果があるのかは
今確かめます。バトル中の MP 消費が2分の1になるか。魔力は上がって魔法防御は下がる。つけましょうかね。うん、2分の1か。まあ、そんな MP 消費に困ってないけどね。まっすぐ行くと正解か。じゃあちょっと左曲がってみようかな。戦う必要もないかもしんないが、ディレイアタックゲット。先に撃たれたかな。ウォーター。集中攻撃、先に撃て。あ、撃たれた。ユーナのシーフの喜び方かわいいですね。よし、これアビリティポイント4もらえるのは助かるよな。こっち正解なんだろうな。いいのかな、行っちゃって。いや、先にこっち行くか、やっぱり。さすがにちょっと戦闘だるくなってきましたね。2回もやれば十分だろう。トンズラ、バイバーイ。戦闘に時間を取られすぎたくないよね。さて、ありましたね、スフィア・メッケ。他に何かあるんかな。にしてもなんかワーテイストな部屋ですね。こういう部屋好きだな。これ盗まれたやつと違うんじゃない。見てみようか。うんうん、何でしょうか。赤城隊員選抜、最終演習の生存者はありません。以上。勝手にまとめるな。よく数えてみろ。死体が足りないだろうな。候補生3人分と記録係もいたはずだな。ってことは3+1で生存者は。死に損ないは4人だ。分かっているな。いやね、何か言ったか。いいえ、とんでもございません。なんか新しい人出てきましたね。黒幕のさらに幹部みたいな人が出てきたような。赤城スフィアだったんですね、これね。記録係っていうのがこのパインのことなんですよね。スカだな。人の部屋を漁るなんて、お、お行儀が悪い娘さんたちだ。そっちだって私らの引くって勝手に入ったでしょ。お嬢の命令だからいいんだよ。どういうこと。さあ勝負。左脳右脳ですね。じゃあせっかくなんでフロラフルル使いますかね。真似できないなって言ってますね。相変わらず若干ですけどカットされてます。かっこいいよな、ほんと。 T だ、そっくり。さあフロラフルルです。シャキーン。お花から生まれたのは召喚師ユナ。フロラ魔法ヒートランブ。じゃあこれにしようか。ダメージをしろ。ロシアンルーレット、フロラボム、強えなやっぱ。相手にならないんじゃないかな、正直言って。スティッキーハニースローにしました。さらに沈黙混乱にしてみましょうか。じゃあ物理防御半分にするんですよね。超スピン投法はね、食らっちゃいましたね、半分も。アクアランブ、エレキランブ、
サイレントホワイト、沈黙状態、そして暗闇状態ですね。おーれ、何が出るかな。毒ってないんか。あった、毒あった。回復しましょう。する必要もないと思うけど。うん、なかなか倒れませんな。じゃあポイズンリフ毒にしてみました。宇野さんは毒になったか。アイスランブ強いですね。あ、佐野さん落ちた。うん、魔法攻撃を完全に防御。へえ。でも MP 消費が著しいですね。ホワイトハニーからのドリームポーリンも勝ったでしょ。寝ちゃったし、毒だし、暗闇だし、沈黙だしね。はい、3チェインで以上です。ホワイトハニーで回復しといたのは正解だった。これでアビリティポイント1もらってます。 OK OK。やっぱフロラフルル強えわ。お気に入り守りのベールいただきました。やったね、強かった。イエイ。セキュリティトラップ作動。何ですか、セキュリティトラップとは。とりあえずここまででやらなきゃいけなかったのは、次は11に進んでいかなきゃいけないのか。どっちに進めばいいのかわからんが、これはトンズラで逃げていきましょう。逃げてるうちに1匹倒せたらアビリティポイント1。無理か、さすがに特急は倒せないか。こっち行ってみましょうか。なるほど、こっちが正解みたいですね。こっちは何もなし。右曲がれるけど、あ、あれ上ですね。上はまだ無理か。トンズラからの、あ、トンズラ早え、嫁さん早えわ。よっ、ほい。これ下落ちてなんかあるんかね。ほい、よい。おわ、え、何針。迫ってきた。落ちちゃえ。いや、ダメみたいだね。どうすればいいんだろう。ここに曲がればいいんかな。怖っ、刺されたら即死なのでは。落ちていきましたね。すげえトラップだな。串刺しにされたらたまったもんじゃないよね。結構この特急戦闘員たちはなんでこんなにいるんだ。倒してもキリがないというのはどういうことでしょうか。みんな復活してるんかな。いやですね、アンブレラ社の陰謀だな絶対。敵のエンカウント率が鬼畜だな。逃げてしまえ。 OKOK、前方にスイッチ発見。セキュリティ扉開閉選択、開く。扉ロックされている。ほう、ん、開かない。うん、じゃあ一旦ここで終えましょうか。パートを区切ります。ご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。